僕は論理的に考えたときに、あり得るんだったら、それもちゃんと考えないかんって僕は言ってるわけね。で、今回今いろいろ起こってるの、心筋炎なんかもうすごい効率で起こって認めたわけでしょ？まあ、それも認めたっていうことは、ものすごい確率で起こってるってことですよ。まあ、もともとの心筋炎の確率が低かったっていうのもあるんですよね、きっとね。例えば、でも、例えば、くも膜下とかでも、こんな証明できへんもん。でも、多分高血圧になったりするわけでしょ？で、心臓にスパイクタンパク質があった。で、N タンパク質がないと。要は、自然感染じゃなくて話になるんだけど、それでも彼らはノーって言うでしょ。ほう。だって、スパイクタンパク質がくっついただけで、因果関係わかんないじゃんって話になるじゃん。ほう。ほんで、そこに炎症状があったとしても、いや、それはわかりませんねってなるじゃないですか。じゃ、わからないって言って逃げられで、るってこ永遠にと？証明なんかできっこないですよ。はっきり言って。ほで、動物実験でやってくださいって、動物実験でもできませんって、そうそう。う。ほう。まあ、すごい動物入れた時になるのかっていうことはできるのかもしれないけど、例えばね、1000件に1件とか1万件に1件のやつ、どうやって動物実験するんですか？そうで10す。万匹使うんですか、猿を。無理でしょ？無理に決まってんじゃんって話ですよね。皆さんね、実験で証明しろとか、実験で証明できることとできないことあるってこと明確に思ってください。無理なもんは無理ですよ。じゃあ科学的な手法自体が限界だがからあるっすていう。ごい工夫しないといけない。で、僕が言ってるのは、その今ね、その要は、平均的にこう流した時にこう、何人が脳梗塞になりました、くも膜下になりましたとかあるじゃないですか。それ時系列をね、もう一個なんとかディメンションとか次元を増やして、要は時系列で見れば検出できるんじゃないか。要はね、その健康な人のグループ、打ってるグループと打ってないグループで差があるなんて、そんなね、データなんか出るわけないですよ。そんな差なんかほとんど出ないですよ。だそうでしょ。例えば100人に1人、そういう病気があって、で1万件に1件そういう症状が出たとしたら、どうやってそこ検出するんですか？で、100人してとか、1%増えたとかですよ。ですよね。1%増えたなんて有意じゃないじゃないですか、そんなもん。そんなもん無理なに決まってんすよ、女。じゃあ先生どうしたらいいんですか？だから一つやらなきゃいけないのは、僕が提案したいのは、要は、とにかく何でもいいから、自分がこうなったっていうのを、もう打ち込むシステムを作って、で、みんなに打ち込んでもらって、で、こう、例えば、すぐにピークが出たもの、要はすぐに、まあ、気分悪くなって吐き気がしましたとか、何時間後に、それだったら、まあ、そうでしょってなるじゃん。で、例えば、心臓が止まったって言ったら、3日目にピークが来たとしたら、いや、これ多分そうだよってなるじゃん。やっぱりじゃあ、じゃ全部こう、慣らしちゃうと無理だけど、時系列を持って3日目に心臓が止まるっていうのが多かったら、多分そうでしょって話。じゃあ症状が出た人たちの情報を集約して、それからもう割り出すっていそうれで、こそとれなんですを、ね。お医者さんがね、お医者さんが今、取捨選択してるわけじゃん。で、3日目に死んだって人、僕のとこたくさん来てるわけよ。心臓止まりました、うおーっつって死にましたとかね、心臓止まって、脳死になりましたと、植物人間になりましたと来てるわけ。でも、それ全然あげないんですよ。あげないっていうのは厚生省に報告しな報告い。してないから、千何百何人も入ってないですから。報告しないでいいんですか？だからそれは医師法違反だと思うんですよ。それはあなたが決めることじゃなくて、お医者さんが決めることじゃなくて、全部不具合を上げなきゃいけないってなってるわけじゃん。なのに関係ないっつってあげないんですよ。だ隠から蔽ってこと。隠蔽とか面倒くさいんじゃないですか、巻き込まれるのは。だけどね、お医者さんなんて見えるわけないでしょ。で、1000人に1人、例えば心臓止まるって言ったとするじゃないか。まあ、1万人に1人でもいいけど、まあ、1万人に1人、1000人に1人は多すぎか。1万人に1人で心臓が止まったとするじゃないですか。あなた、100万人とか見てたらね、それはわかるけど、あなた1000人ぐらい、1000人もせいぜい見てないでしょ。ほな、心臓止まったっつったらさ、まあ、たまたまでしょ、なっちゃうじゃん。だから、全部そこ、不具合を全部上げて、そこで統計取らなきゃいけないのに、それやってないんですよ、国は。酔ってないですよね。どう怒ってるわけですよ。今回は、いいですか？2万人、たかだか2万人しか打ってないわけですよ。世に出す前にさ。ね、2万人、2万人で統計取ったわけでしょ。ほんで、まあ、安全。でも2万人だったら2万人分しかやってないんですよ。2万人と、たぶん2億人、全然桁が違いますから。マジ
それをお医者さんが勝手に、いやこれは普通にあるからって上に上げなかったら調べることすらできないじゃないか。そんなね、そんなシステムなんかね、まあ多分数百万あったらできるはずですよ。サーバー作って自分で打ち込むようにしたらね、まあすごい立派なシステムでも数千万でできるはずですよ、やれよと。法で100万人とか1000万人データ取ればね、おのずと分かるんですよ。それやらないじゃないですか。